総合演出絶対にカメラ回ってる時はゴリエのままでいてください。もしあのカメラが止まった瞬間に急に低い声に変わったらそこは聞いてないんですよ。よろしくお願いします。ここの口コミ評判良くない？ほらほらほら、素晴らしい、よかった。それでもいい、今がほら今が安いんだよ。アクション、ほら今が安いんじゃろかい。カット。素晴らしい。エアコンクリーニングが今なら5000円。5000円、5000円。はい、それアクション。エアコンクリーニングが今なら5000円。5000円、5000円。せーの、お、もっと大げさにやると素晴らしい、確認します。本日これでオールアップとなります。ありがとうございました。無事終わって喜び、ありがとうございました。ゴリエを起用するという挑戦、そして中身は今年で49になるという人間に15年ぶりにゴリエをさせるという挑戦。ゴリエにオファーをした暮らしのマーケットさんの社員さんたちの頭の中を覗いてみたい。くれぐれもカメラが回ってなくてもゴリエちゃんっていうキャラクターを守ってくださいっていう風に言われてるので、ずっとあの CM のカットって終わった後ちょっと気抜こうと思ったらずっとメイキング回してるのね、あの方。だからもう絶対にね、いやもう僕は本当にドッキリかと思ってます。こんなんで15年ぐらい前のキャラクターを CM なんて絶対僕はないと思って、マネージャーから LINE 来た時に、あ、これ絶対ドッキリだつってドッキリの振りまで撮ってますから僕は。ゴリエちゃんの大きい声だとか、はい、こういうなんかオーバーリアクション的なものをこう押さえつけるんじゃなくて、はい、なんかやってやってっていう現場の雰囲気が楽しくて、なんかコントを撮ってる時の現場のような面白ければいいんじゃないっていう雰囲気があるから、あ、暮らしのマーケットさんやばいなっていう、面白ければいいっていう。ちょっとね、久すぎて恥ずかしいですよ。そうなんですか。このゴリエちゃんと絡むとか、ゴリエちゃんと何かするっていうのは、でも本人はもっと恥ずかしいと思うんですよ。カメラ止まってもずっとキャラを保ってるんで、すごいなと思いますよ。あちらを止めていただけたら、すぐ低い声になります。あ、なるほど。あの女性の方がね、絶対止めないの。なるほど。もうずっと回り続けてる。ずっと回ってるんで。それはもうあの約束ですから、総合演出。あの頃は全国の保育園、幼稚園、小学校、中学校、高校、結婚式の余興、全てでみんなが踊ったんです。その人たちが全員思い出すんです。あの時踊ったなとか、懐かしいなとかって。もちろんあの未来に向けて生きるのも大事ですけども、たまに疲れた時にこう過去を振り返るのって心の癒しになるじゃないですか。そう、心の癒し。暮らしの癒しになってくれれば本当に心のマーケットになるんじゃないですか。おー、この会社は決まりましたね。癒し決まりました。なるほど、なるほど。3日前から考えてました。あ、なるほど。ゴリエちゃんやってる時、ゴリエちゃんと川ちゃんの時に本当にもうゴリエちゃんが好きすぎて、僕居酒屋行って、はい、僕結構あのゴリエちゃんをいじめる役だったんですよ、川ちゃんひどい男の役。はい、そしたら知らない女の子が僕のところ来て、急に枝豆バン投げて、ゴリエちゃんをいじめないでって言ったんですよ。いや、コンビだしなと思って。あれ？映像では伝わりづらいですけれども、はい、耳の後ろが、匂いが強くなりました。
暮らしのマーケットさんのスタッフさんとお話しさせてもらったんですけど、うんはい、その時にゴリエちゃんの口調って、うん、じゃるかいとか、うんうんうね、ござるとかありますよねって言われて、はい、ああそうだった情報ありがとうって思って忘れてるんです。喜びとペコリこの2つぐらいしか覚えてない、うん、教えてもらったの早速今日使いましたじゃるかいじゃるかいござる返事はウィだったんですけど、はい、ずっとはいはいって言って後からスタッフにウィだったんじゃないですかって言われてウィって忘れてましたちっちゃい頃ね、うん、ゴリエちゃん見て一緒に踊ってた子たちが今は大きくなってるじゃないですか、うん、だからこれを機にもう一回みんなでなんか踊ってみるのもいいのかなって思いますね。ペコリナイとかミッキーの踊りを見たいっていう今声が多くて、うん、踊る方向に今なってます。なってんの？なってるんですね。あ、そうなんだ。なってるんです。これじゃあもう逃げれないです、うん、逃げるちょうど僕がっていうか私が酒を飲んでる時に、はい、酒飲むと大体やろうって言うんです。あ、それはもうキンキンに撮影を行われるだいぶ時間ください。すぐには踊れないんです